M11 は縦座にある三回星団。M11 は三回星団の中ではかなり星が多く、コンパクトに密集した天体である。カモが群れている様子に似ているとして、英語ではワイルドダッククラスターと呼ばれる。日本語でもこれを訳してノガモ星団と呼ばれる。ノガモが群れをなして飛んでいる様子に見立てたのは、ウィリアム・ヘンリー・スミスである。M11 の北西一度には、 おうしざ RV 型の脈動変更星として有名な縦ー R 星が輝いている。双眼鏡ではぼんやりとした光の反転が見える。口径5センチメートル程度の望遠鏡から星が分離できる。星の光が線形に見える。線形の要の近くには発動性のサフラン色の星があり、そこから星が湧き出しているように見える。このサフラン色の星は、 生団の仲間ではない。M11 の周囲にはいくつかの暗黒星雲がある。M11 のすぐ南には暗黒の切れ込みである B318 があり、さらにその南には暗い池のように見える B112 がある。1681年にドイツのゴットフリート・キルヒによって発見された。キルヒは不明瞭な光藩と表現している。百三十三年頃、 ウィリアム・デラムによって初めて星団であることが示された。シャルル・メシエは非常に多くの星が集まっている。良い機会ならこれが見えるが、私の3フィート望遠鏡では水星のようで星団の中にはかすかな光が混じり合っているようであると記している。ありがとうございます。